医療現場からは切実な要望です県医師会は村岡知事に安心して働ける医療体制の確保を求めました川村康明会長は県内の感染症指定医療機関が疲弊している現状を伝え医療用ガウンなど衛生用品の充実を求めましたまた県内でも医療機関や医療従事者らへの偏見や嫌がらせが散見されることから 一体となった行動を取らないかぎり、山口県の感染、蔓、ま、延状態になってしまうと思うので、その辺のところ、みんなあの意識を一緒に持ってという、そういう意味で医師会の要望を踏まえた共同声明も出され、 連携して医療体制の充実に努めることを確認しました。